こんばんは、私は今スペインのバルセロナに来ておりまして、これからサッカーを見に行きます。しかも今日はチャンピオンズリーグバルセロナ対ポルトという試合になっておりまして、これを勝った方がもう完全にグループリーグを突破、まあ、負けても他のチームとの対戦がまだ残っているので、まあ、どうせこの2チームが上がるでしょうっていう状況にはなってはいるんですけども、とりあえずここで勝ち点はしっかり取っておきたいという試合になっております。でユニフォームなどももう購入しております。昼にですねカンプノー行きまして、そこのショップでユニフォームとマフラーは購入しております。で今はですねカンプノーが工事中になってまして、違うスタジアムなんですよね。バルセロナオリンピックの時に使ったスタジアムになってまして、今はそちらまで向かっております。バルセロナの街はこんな感じですね。やっぱりクリスマスシーズンに入ってきているので、この辺のイルミネーションも行われております。すごい塔みたいなのがありまして、その向かい側ですね、あちらの奥の建物の裏ぐらいが一応スタジアムになってるみたいです。で今この辺をですね私と同じ方向に歩いてる方たちはみんな多分スタジアムに行く方たちだと思います。上まで登ってくるとバルセロナの街が綺麗に見れます。いいですね。でただですね建物自体はこのカタルーニャ美術館はまだ後ろにあってもうちょっと上なんですよ。あれの上の方から見たらもっと綺麗なんでしょうね。バルセロナを見下ろす丘の上に立っております。これがバルセロナなのかポルトなのかは分かりませんが、発煙筒を焚いている人たちがいます。でその向かい側には警察車両がずらりと、やっぱ警備はしっかりしてそうですね。で警備の人たちも何も言わないんで、まだここで発煙筒は大丈夫なんですかね。それでは到着いたしました。エスタディオリンピックリュイスコンパニスってとこらしいです。名前がちゃんと分かんないですが、まあ、オリンピックの時に作ったリュイスコンパニス、スタジアムですみたいな感じだと思います。いやーでかいですねやっぱり。すごいな。でもこれでもカンプノーよりは人は入らないらしいんですよね。カンプノーの方がもっと人が入るらしいんですけど、カンプノーもっとでっかくなるんだ。すごいな。これでもすごいですけどね、上に馬とかいますからね。すごいな。それでは入場していきましょう。今日はねなんかこの9番っていうところから入ってくださいっていうのでチケットには書いてありましたね。座席に着きました。まあ開場したばかりなのでまだ全然人は入ってないんですけど、今日はこんな感じの位置に座っております。で多分このすぐ下のところは見にくいっていうのがあると思うんですよね。それでこのシートになっちゃってるんだと思います。そしてこちらバルセロナのフラッグをいただきました。はい、これはちゃんと日本まで持って帰ります。この上のところにいるのが今日の対戦相手のポルトのサポーターの方たちですね。ちゃんとプラスチックの板で囲われてしまってますが、でも結構サイズは取ってある。あでもまあ隣のポルトから来てるって考えればもっとスペース取ってもいいような気がしますけどね。ここ他は全部バルセロナってなってしまいますからね。もうちょっとねこのポルトの人たちスペース取ってもいいんじゃないかなと思いますね。
ょっとこの辺のショップも見てみましょうか。ドリンクとまだサンドですね。これカップはバルセロナデザインと、こちらがショップもあります。まあ、売ってるものは外と変わんないとは思いますけどね。でこちら側もショップですね。フードコーラとサンド2つで21ユーロ、高い。まあまあスタジアムでって考えれば妥当なんでしょうけども、ちょっと高いですね。でホットドッグとかも売ってます。まあ、次はこちら、こちらはポップコーン屋さんですかね。もうほぼポップコーンだけ、簡単なスナックっていう感じのお店ですね。向こうに行っても同じ感じですかね。でトイレは一応下にあるみたいです。
それでは2対1で、バルセロナが勝利いたしました。でこれでグループリーグ突破を確実、決定ですね、なりました。いやなかなかね面白い試合でした。やっぱうまいうまいってしか言えないですけど、すごいですね、サッカーってあんな感じでできるんですねっていう、今まで見てきたサッカーとは全然レベルが違うものでしたね。今日はバルセロナ対ポルト、チャンピオンズリーグのグループリーグを見に来たという動画でした。これから、40分ぐらいかけて歩いて帰ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんかちょっとおまけで、今 Google マップの通りに帰ってるんですけども、地元の人しか知らないであろう変な道を通ってます。まあ、周りはちゃんと人いるんでこっちで会ってるんでしょうけれども、結構不安ですこの状況で。今日の試合が21時、夜9時キックオフで今11時半なんですよ。この時間にねこの変な道歩かされるのはちょっと怖いんですよね。しかも公園の中を今突っ切ってる感じなので、でもまあねまだ結構人歩いてるから大丈夫でしょうけど、これ人歩いてなかったら絶対に通りたくない道ですね。大丈夫かな、今前の方にもねこの本当地元の方たちなんでしょうけども、この試合見たっていう方たちがいらっしゃるんで通ってますけど、いやー Google マップもね観光客用のルートとか作ってほしいですねというのをちょっと思ったっていうので報告でした。では、早めに帰ってすぐ寝ようと思います。お疲れ様です。